どうも、6年ぶり漢検準一級、受けてきた系芸人のキクリンです。はい、受けてきましたね。受けてきて、で、その後に、ちょっとね、クイズのね、練習会に行ってね、そこでクイズを4時間やってくるというですね、漢検を1時間やって、移動してクイズを4時間やるという、もう頭クラクラの状態ですね。頭を使い切った1日のその夜にこれ撮っておりますね。漢検準1級6年ぶり受けてまいりました。今日はですね、まだ模範解答もね、出てない状態です。模範解答出るのが1週間以内に確か出るのかな、公式の方で出るらしい。まあ、ネット上ではね、個人的に出してくださってる方もいっぱいいると思いますけれどもね。あ、ちなみに今日ね、こんな感じです。ちょっと、ラフなね、普段はこんな感じですからね。がっちり横上げしてるのこれ、ビジネスキクリンですからね。これ、プライベートキクリンでちょっと撮っちゃってますけど。ということで、本日何をやるかと言いますと、6年ぶり漢検準一級受験の感想戦でございますね。もうとりあえず感想です。もう早く出そうということでね、多分これ次の日に出せてるんじゃないかなと思いますね。はい、もうコンタクトもしてない状態でね、ちょっともう反射しちゃって申し訳ないですけどね。はい、そうですね。まあ答えはね、まあ出てから、まあ、僕基本的に一級受験の時もね、自己採点するのあんま好きじゃなくてね、40日後に来る結果見て やったーとかね、悲しんだりするのがね好きだったんでね、まあ、自己採点するかどうかはまあ模範解答出てから決めますけど、とりあえずはもう感想ですね。もう感想を出しましょう。編集も簡単で出しちゃうと思います。申し訳ない。そうですね、まずね、今回そうだ、じゃあもう大枠でいきましょう。大枠の感想ね、体感ですよ。受かったか受からないか、私が6年ぶり漢検準一級160点取れたか取れないかの実体験というか、自己採点というか、自分の中での、体感で言いますと、受かったんじゃないかと思いますけどね。受かったと思うけどな。相当な書き間違いとかがない限り受かったと思いますけどね。まあ、とりあえず160は取れてるだろうと、うん、と思いますけどね。はい。で、今回のテストが簡単だったのか難しかったのかに関しては、正直私はね、フラットな見方ができないんですね。今回の受験をするにあたりましてね、去年の過去もやりましたけど、それは勉強する準一級に向けて勉強する前にやった時は165点とか170点とかだったんですね。で、まあ昔に比べたらちょっと難しくなってるかなって体感だったんですけど、その後私がね、こうがっつりとね、勉強しちゃいまして、勉強した後に受けたこのテストなんで、今回のが去年に比べて簡単だったのか難しかったのか、正直フラットには、ね、見れないと思うんですよね。ただそれも差し引いた計算として、去年と比べた時に特別難しくはなってないですね、と思いますね。かなと思いますけどね。特別難しくはなってない。やっぱり準一級はこれぐらいの難しさでいくんだっていうある程度のラインを引いてて、そこからは、上にも下にもそんなには外れてないのかなっていう。去年の第2回がちょっと特別難しかっただけで、やっぱ準一級はこれぐらいにしようっていう、この目安がはっきりしてるのかなと、作る側で、とは感じましたね。じゃあちょっと細かく見ていきましょうか。まず読み問題30問ですね。読み問題30問はそうですね、ただちょっとね、このなんていうの、特別難しくないけどちょっと意地悪なの多かったですよね。うん、この一文字一文字では分かるんだけど、組み合わさった時にこの読み方がちょっと変わったり、濁点がついたりとかね、ちっちゃい「つ」が入ったりとかね、なんか読みやすいように変化するやつあるじゃないですか。あれがね、何個かありましたよね。僕が騙されそうになったのはね、20番の糞造絵。糞造絵ね。これ普通に読んで糞造絵で、糞造絵と最初書いたんですね。糞造絵って書いたんだけど、なんか言葉の響きがね、おそらく仏教語でね、捨ててあった切れ端を集めて作る、服のことらしいんですけど、糞造絵だと収まりが悪いっていうのプラス、僕が糞造絵に変えることができたのは、これがですね、読み問題音読み問題20問の中で最後の20番目だったんですね。はい、これがヒントになりましたね。一番最後に持ってくるってことは何らかの難しさがあるはずだろうっていう、これメタ読みですよね。はい、メタで考えてね、一問一問じゃなくて、その一個上のね、俯瞰の視点から見たね、メタ視点で見て、これは何か仕掛けがあるなと思ったんで、糞造絵に変えることができたんで、もしかしたらね、今後考えるときに、問題順っていうのもね、多少のヒントになるかもしれないですね。
まあ音読みはそういうちょっとねいやらしいのは何個かあったと思います。訓読みはね一個怪しいのあるけど、あ、僕は、ね、まだ答え合わせしてないんでね、わかんないです。一個ちょっと怪しげなのあるけど、あとはまあできたかなという感じですかね。続きまして2番、表外の読みは、そうですね、これは特別何もなかったんじゃないですかね。うん、過去に見たことのあるような問題ばっかりだったんじゃないかなと思います。そして3番の熟語の読み、一字訓読みがね、これがね、これ全然難しくないです。見たことあるやつばっかりなんですけど、2番目 1,2 の予防とその訓読みね、これがね、予防はわかるじゃないですか。予防に引っ張られちゃってね、これ良いって書いちゃったんですよね。これ多いですよね。予防に引っ張られちゃったね、良いって、これはケアレスミスだな。さあ、そして大問4ね、これ出ました。共通漢字ね、共通の一字入るやつ、これはねやっぱ難しいですね。今回も難しかった、難しかったですが、まあ多分8問だから、8割はできたんじゃないかなって気はしてます。これもはっきりとまだ答え合わせがしてないんですけど、なんとなく、ネットで見た感じだと1問間違いかなって気はしますね。これはね、さっと見た時に分かるのはね、多分1個だけだと思うんですよね。5番、5番は多分ね、5問目はパッと分かったと思いますけど、あとは結構考えないと分かんないですよね。4番がね、ちょっとね、引っ掛けだったかな。これ裏書いちゃいましたね。これ もっと素直でよかったのかな、多分ね。まあこれも答え出たらちょっと考えましょう。はい。まあ相変わらず、共通漢字は難しいなと思いましたが、まあでもここはね、やっぱ6点取ればいいとこですから。さあ、そして書き問題ですね、大問5。これはですね、これはですね、私思いますに、去年の3回と比べて明らかに簡単じゃないですかね。これ書き問題特にないっすよね。あの共通漢字もね、よく見るやつですしね。これ書き問題はちょっと去年に比べてもかなり素直な問題ばかりが並んでたんじゃないですかね。今のところ私これ間違い見つかってないですね。はい。大問6、誤字訂正。これは1個間違ったかな。1個だけ間違った気がしますね。これ難しい。いや、難しくないか。うん、引っかかっただけですね。これも、どれも見たことあるようなやつで、やっぱりこれも過去問やってればできんじゃないかなと思いますよ。はい。多分1個間違えましたけど。大問7、四字熟語。これはおそらく6番の一子半線。一子半線だけが難しかったと思います。あとは見たことあるやつだったでしょう。この一子半線はね、調べたところね、5級ですね。漢検5級配当の漢字のやつらしいんですけど、これがね、まあ、結果として私、できたんですけど、これ知らなかったです。全く知らなかったんですけど、なぜできたかというと、まず消去法でもう半線しか残らなかったから、一子半線になるのは分かったんですね。で、一子半線って来て、ひらがなで半線は分かるでしょ？そこから、1と対になるの何かなって考えたときに、1と、まあ、半かな？半分の半ね。線なら万とかあるけど、1で来てるから、まあ、1と、半で半分の半だろうまでは分かりました。で、線をどうしようかと考えたときに、線を何個も書きました。最初に書いたのは、紙、一紙で紙があるから、線、直線の線って書いたけど、四字熟語で線ってね、そんな数学的な文字出てこないだろうと思って、で、次に泉って書きました。一紙半線、泉って書いたけど、紙と泉の収まりが悪かったんですね。で、次に書いた線が銭ですね。はい。で、紙と銭で意味わかんないけど、まあ、それが一番収まり良かったんですよね。紙、半分の線、半線っていうのがね、銭の半分みたいな感じで、なんかこう、熟語としてしっくりきたんで、これはもう粘りがちですね。こういうこと、知らなくても頑張れば、しっくりくるやつが正解ですからね、大体ね。あと、対になってるとか。そういう考え方で知らなくても当たることがあるということが今回ね、改めて身をもって証明できました。
で、意味問題に関しては相変わらず難しかったですけど、書きに比べて意味の方が難しかったと思いますが、これもですね、私がやった普通の参考書の範囲内。うん。特に私がおすすめしました。これね、この参考書の特に付録についてます、この合格ブックっていうのは四字熟語がまとまってるんですけど、この四字熟語ね、もう本当に過不足なくまとめてくれてるんですけど、これをやってれば意味もほとんど分かったと思いますよ。はい、これやっぱ相当四字熟語、準一級四字熟語、これでいけるんじゃないですかね。まあ、ここらできたと思います。さあ、そして対義語、類義語なんですけど、まあ、これも多分、今んとこ間違いは見つかってないですかね。特別難しかったとも思えないですね。はい。そしてちょっと難しかったとネット上で話題になってたのが故事成語ですね。9番故事成語。これはまあまあそうですね。難しいのは最初の2問ですよね。おそらく。ごとべいと向かうね。もう 2番目の向かうに関してはこれ全くわかんないです。これ未だにわかんない。まだわかんない。この時点でわかんないです。後で検索して書き、今出しますけど、2番の向かうの、向かうの里なんて読むのこれ。もう全然わかんない。向かうなんて大体熟語あんの？これはもう全然わかんなかったですね。で、この1番のね、ごとべいがね、これ私わかったんですね。ごとべいわかりましたね。これなんでかっていうと、これ実はね、世界史の知識なんですね。ごとべい堂というですね、中国、古代中国の宗教団体があるんですね。宗教活動みたいなのがあったんですね。ごとべい堂っていうね。それでわかりましたね。だからね、いろんな知識がつながってくるんですね。うん。これは、漢字としては、漢字問題としては見たことなかったけれども、ごとべい堂という世界史の知識があったからできたというね。まあ、いろんな知識をね、幅広く、こうね、キャッチングしていくことが大事だということですね。あとは特別難しくなかったかなっていう。なんかネット上では、蜘蛛蜘蛛っていうのが難しかったんじゃないかっていう発想がありますけど、まあ、そうですね。蜘蛛蜘蛛はそこまで難しいとは私は思いませんでしたが、うん。あとそもそも地中はどっか問題で見た記憶がありますね。うん、ごとべいと向かうは問題集とかでそんな見たことない問題だと思いますけど、あとは全部どっかで見たことあるやつなんで、やっぱりそんな意地悪な範囲では出してない。まあこの向かうごとべいは意地悪だと思いますけどね。そして10番の文章題はこの2番の課金問題、2番の橋梁を間違えましたね。ちょっと答えこれ確認できてないんですけど、これ間違えましたかね。あとは、まあ大丈夫かなって感じですかね。ということで、まあ受かってるでしょうねという感じですかね。と思いますけどね。はい、まあもちろんここからケアレスミスとかね、まあいろいろ出てくるんでしょうけど、まあ、受かる受からないで言ったら受かったのかなって思います。で、この結果を受けて、まあ、次回の動画ではね、今回の受験に向けて僕がやらなかったこと、やらないって決めてやらなかったことがあるんですね。やらなかった理由に関しても言いますけど、まあ、でも僕が思ってた通りかなと思いますね。はい、その分析等については次回の動画で言わさせてもらおうかなと思います。ということでね、まあ、とりあえずの感想だけになっちゃいましたけど、まあ、公式で模範解答が出たら、まあ、自己採点するかどうかちょっとその時考えます。はい。ということで、ひとまず、皆様、この動画見てくださった方、ね、結構ね、本当に直前まで再生数ね、バン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 増えてて、あ、本当に役立てようと見てくれてるんだなっての分かって、すごく嬉しかったです。今回ね、一級受験から準一級にやった一つの理由であるね、より多くの人に動画を見てもらいたいから準一級私受けて、それ用の動画をいっぱい作ったっていう狙いで言うならば、やっぱ皆さん見てくれたんでね、そこはまあ一つ狙いとしては良かったのかなっていう、はい、思った通り見てくださったということで非常に嬉しかったです。そして、まあ、自分で言うのもなんですけど、僕が作った問題の中から出たのも結構ありましたよね。ありましたよね。はい。決して的外れな問題を作ってなかったんじゃないかなと思います。はい。ということでね、6年ぶりの漢検準一級受験ね、まあ、受かったという前提で話すならば、やっぱりこう、勉強しててね、
なんだろう、やっぱ知ってる言葉が多いんでね、一級と違って。まあまあやりがいは、やりがいっていうかモチベーションは保ちやすかったですね。知ってる言葉だから、聞き覚えのある言葉だからね。まあ向かう分かんなかったけど、まあ準一級はまあそうですね、やりようはある。もし今回ね悔しく落ちちゃった人もいると思いますよ。こんな私余裕のスタンスから言って腹立つ人はちょっと落ち着いてください。私は過去に5回落ちてますからね。5回連続落ちた後の6回目に合格したのが6年前の話なんで、皆さんだから今何回か連続で落ちて受かる気がしないと思ってる方もですね、5回過去に連続落ちた後に受かって、1級受かって、でもう1回準1級受けて、この割とねこうリラックスした形で受かったかもって言えてる人がいますから、今あなたは苦しいかもしれないですけど、そういう未来が全然ありえます。はい、急に歯車が噛み合うように急にこう合致して点取れる瞬間来ますから、はい、それをですね、期待して、私もこれからまだ次回何を受けるかはちょっと現時点ではね、もう帰ってきた当日なんで分かんないです。あの関係動向の前にまず宅建もありますしね、そしてあのお笑いの仕事もちょっと戻ってきてますからね。ちょっとこれからどうするかに関しては今後まあちょっとずつ発表していきますが、ひとまず関係準一級に限らず関係を受けた全ての皆様、本当にお疲れ様でした。そして今回関係準一級の動画をたくさん見てくださいまして本当にありがとうございました。今後の関係準一級に向けて、私が今受けた経験者としてね、直近で受けた経験者として言えることとかが出てきましたので、その動画ももう割遠くない未来に出しますからね、すぐに出すと思いますので、よかったらそれに興味ある方チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、6年ぶり関係準一級受験は多分受かったと思うキクリンでした。